ノキア、大丈夫か？フェイトさん、なんでこんなとこに。それはこっちのセリフだろ。こんなところに一人で来るなんて。オルゴールの部品を取り戻そうと思って、フェイトさんばかりに迷惑をかけるわけにはいかないから。バカ、何無茶なことを。フェイトさん、ここは危ないよ。早く逃げて、あいつが来る。おい、ノキア、しっかりしろ、ノキア。まずいな、急がないと。何かないか。そうだ、通信機のバッテリーをオーバーロードさせれば、あるいは。けどこの通信機を失ったら、僕はもう。こんな時に何を考えているんだ、僕は。待ってろ、ノキア、今出してあげるからね。ノキア、しっかりしろ。傷は大したことなさそうだな。よかった。え？そうか、翻訳機は通信機に内蔵されていたんだった。後悔するのは後だ。とにかくここを出よう。さあ、行こう。フリーズ。お、死にたくなければ動くなよ。そうすればほんの少しだけ長生きができるぜ。今のはフェイズか、貴様がノートンか。イエス、オフコース、俺がノートン様よ。懐かしいね、生の地球も聞くな。何ヶ月ぶりかな。お前は何者だ。この星の人間じゃないな。銀河連邦に属さないレゼルブ星の人間だよ、坊や。レゼルブ星、聞いたことがある。快楽主義者の集まる惑星で、銀河連邦に属するのを拒否し続けている星だな。お前のような奴がなんでこんなところにいるんだ。ここは未開惑星なんだぞ。そいつは簡単、不幸な事故があったのさ。さすがのレゼルブでもやりすぎちまったらしくて、それでレゼルブの流刑惑星に送られて一生寂しく送るはずだったねや。ところがな、俺が乗せられていた高層船にエンジントラブルが起こって、この星に墜落しちまったのさ。られるか。俺はただエンジンのコードをめちゃくちゃにつなぎ替えただけだってのによ。
そしたらなんとバカなパイロットどもがエンジンをお釈迦にしちゃったんだぜ。俺はただエンジントラブルのどさくさに紛れてトンズラしようと思っただけなのに。結局この星が俺の監督になっちまったってわけだ。ノート。ノートン様だ。お前を護送していた他の人たちはどうしたんだ。何人かいたはずだろ。あいつらがかわいそうに死んじまったよ。救難信号なんて送ろうとしやがるから天罰が下ったんだろうな。ずったーんってな。ま、落ちちまったものは仕方ねえ。しょうがねえから俺はこの星に俺様による俺様のための国を作ることにしたってわけ。 Do you understand? そんなくだらない理由でウィプル村を襲ったっていうのか。まあそういうことだな。頭のいい子は俺好きだぜ。そしてそのくだらない理由によってお前もここで死ぬことになるのさ。お前の乗っていた脱出ポットのパーツはこの俺が有効に使ってやるから安心して眠っていいんだぜ。お前ってやつは。それお、いたいた。まったく途中で救難信号が消えた時にはどうしようかと思ったぜ。ドカンドカンってでかい音で場所を知らせてくれなかったら見つけるのがいつになったことか。なんだ貴様、銀河連邦の人間かい。俺がよりにもよって銀河連邦の軍人だって。センスのねえ冗談はよしてくれ。だったら何者だってんだよ。俺の名前はクリフ・フィッター。クォークに所属しているクラウストロジンさ。クラウストロジンだと。悪いが細かい話は抜きにしてくれ。こちとら急いでるんでな。奥の男、そのフェイトって地球人を連れて帰らせてもらえればそれでいい。お前がここで何をしようと文句を言うつもりはねえ。なぜ僕の名前を。ま、小さいことは気にすんな。とにかく俺のご指名はお前さんなんだよ。動くんじゃねえ。動くと撃つぜ。誰が誰を撃つ。